ついに完全変形するブライガーの立体物が我が家に。いやー、こんなブライガーが欲しかったよ。やっぱこう見るとでかいよね。基本形態のスーパーカー、ブライサンダーからブライスター、ジェット機型の宇宙船ですね。どうこの躍動感。ポーズプラスメタルシリーズね、どれもね、膝立ちできるぐらいのね、幅広い可動範囲なんです。どんなポーズを取らせてもしっかりと立つ。やっぱここが素晴らしいよね。ウォーターファの秘密基地。ウォーターファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。アウェイクンスタジオポーズプラスメタルシリーズ銀河旋風ブライガーだ。おー、全国の玩具野郎、直撃世代ロボ玩具野郎集結せよ。1981年アニメ放映開始から約40年、ついに完全変形するブライガーの合金トイが発売されました。この変形ギミック驚愕です。アウトローも震え出す。およびとあらば即参上。 J9 シリーズといい、ブライガーは第1作品目です。第2作品目のバクシンガーの変形合体するトイもポーズプラスで発売されて、僕もレビューしましたね。あれも本当にすごかったんだよな。パッケージの背面、これがまたそそる。基本形態のスーパーカー、ブライサンダーからブライスター、ジェット機型の宇宙船ですね。そしてブライスターがブライシンクロンマキシム、変形してブライガーとなるわけですね。おー、立体物でついに J9 完結。サスライガーがいますね。これも予約開始されましたね。いやー、夢のようです。開けましょう。開けろ。よいしょ。スリーブに包まれたブリスター。このスリーブもおしゃれです。じゃーん。まずはこっちが付属品ですね。様々な武装。ブライカノンとかブライソードとかブライスピアーなどがあって、あとは補助パーツですね。ブライサンダーの形状重視パーツ。そして本体側、ブライスター、ジェット機の時の形状重視パーツとか、あとはフェイスパーツ、そして本体ですね。あとはアクリルロゴスタンドもついててね、嬉しいですね。あ、で、あともう一つブリスターがありますね。このようになってます。今回、この説明書に詳しい変形合体パターンが書いてないんですね。YouTube のね、ウェブ動画が、まあ、説明書代わりになっています。さあ、そしてね、僕は今回、ブライガーの動画2つ作ります。僕、今回は劇中同様の変形パターンで紹介していきます。もう一つの動画ではパッケージに入ったね、ブライガーからね、解説していきます。なのでね、安心してください。それからシール。1枚だけね、貼りましたね。結構大きいのとかもついてたりとかします。そして最後はボーナスパーツですね。これはバクシンガーの手首パーツを交換できるジョイントパーツがついてきます。まあ、これによってまあバクシンガーの武器を持たせられると、5本指でね、という感じです。さあ、話がね、長くなっちゃいましたね。とりあえずレビューしよう。イエイ。というわけでね、まずは基本形態のスーパーカーブライサンダーからじっくり見ていこう。おー、これが宇宙空間突っ走るのさ、ブライサンダー。というわけでね、これがスーパーカーブライガーの基本形態のブライサンダーと言います。かっこいい。ここから完全変形するんですね。ちょっと近くでも見ていきましょう。フロント部分、今までのどんな立体物もここは交換式だったんだよね。ちゃんと今回はこれを変形で再現しています。ウィンドウの部分はクリアブルーになっていて綺麗ですね。一個残念なのがね、ここの部分がテンションがかかってて、ピタッとね、閉じきらないんだよね。ちょっとだけ隙間できちゃうかなといった感じです。横いいですね。完全変形なんだけども、マフラーパーツだけ一部取り外すんだけど、外さなくても変形が可能。ここら辺はね、ディティールアップパーツがあります。タイヤはゴムでできています。ラバータイヤいいですね。それからここら辺で、ウェブの説明書では最後ここを倒す指示がありました。潜在画像や設定だとこうまっすぐになってるんだけど、まあ、どちらでもいいかなと思いますね。ちょっと倒してるのも僕好みというか、あ、いい感じだなと思ったんで、ちょっと倒しています。後ろ、ここら辺も再現性が高い。で、ここは合金パーツでできています。
で本体にね結構ダイキャストパーツが使用されてて重たいですね。ずしっときます。あ、車として見ると少し長いかなとは思うんだけど、まあ、ちゃんとこれで変形してるっていう説得力のあるデザインとなっています。裏側から見るとこんな感じですね。パーツがぎっしり。さあこれに乗り込む4人は宇宙の始末屋コズモレンジャー J9。 まずは射撃屋の名手ブラスターキッド。キッドはブライガーになった時に頭部に専用コックピットがあってそこから攻撃します。それからブライガー全般を操縦するのが凄腕レーサーの飛ばし屋ボーイ、まあボーイがね操縦します。で高一点のボンバーギャルエンジェルオマチ。オマチはなんていうのかな、ちょっとお色気担当というかね、いいキャラなんだよね。例えるならルパン三世の峰富士子みたいな、ちょっとこうアダルトな大人な女性の雰囲気を醸し出しています。そして J9 のリーダー、みんなの号令をかけたりとか状況を判断するカミソリアイザック。この個性豊かな4人によるコズモレンジャー J9。 それからこの状態でもね殺そうこできます。男は黙って殺そうか、イエーイ。さあ次はブライサンダーの時の形状重視パーツ。マフラーパーツをこのように取り外して、こことあとはここにジョイントがあるので側面にパーツをかぶせる。後輪タイヤはマグネットで接続できます。反対も同様に取り付ければディティールアップ完了。やっぱりこうしてみると側面がギャップが少なくなってますね。横に厚みができたのと、やっぱり形状がこっちの方が自然ですね。もちろんこの状態でも殺走行可能。さあお待たせ、ここからはね変形させよう。いきます、ブライシンクロンアルファ。今回のブライガーオタファテクニカルレベル全部合わせてズバリ7。工程は多いんだけども、この変形パターンが見事です。一緒に楽しみましょう。ゆっくり解説していきます。でまずはジェット機型宇宙船ブライスターにね変形させていきます。まずはこのマフラーパーツ、ロックを外して上向きにして縮めると、そして倒す。本当はね外す指示があるんだけど、僕はこのままいきます。外して上に向けて押し込むと、こうですね。そしたらタイヤを収納。それから本体を立たせて変形させる場合があるんで、ここをね一回フラットにしておきます。こうですね。というわけで立たせよう。今日ねなるべくカットしないからゆっくりいきます。でこの前輪は下にテンションをかけるとロックが外れる方式、クリックで曲げて少し引っ張りながらジョイントでロック。反対側も同様、下、これがジョイントですね。最初このクリックが硬かったです。何回か変形させたらいい感じの渋みになりました。破損気をつけてください。さあそしたらこの横のパーツ、これ外に出す。さあここからですね、まずこのパーツですね、これここでつながってます。ロックを外してこの中に入れる。反対側も同様。さあそしたらここから結構工程が多いですね。まずねこのパーツを外す、パネルを起こす、ちょっとずついきます。こうですね。で今度はここにパーツがあります。ちょっと待ってね、立たせる。よいしょ。引っ張ると中のロックが外れて、これですね。でここね軸がちょっと引っ張れます。パーツを引っ張って移動させる、こっちに移動させてストーンって下に降ります。そしたら押し込むとロックがかかります。反対側も同様。ちょっと遅いかな、どんどんいけますね。こうです。でこの中でねロックされてます。今ちょっと取れたんだけど、ここですね。反対側
これ見どころは劇中の変形シークエンスでこういう風になるんですね。この視覚的に、あ、ちょっと待ってね、よいしょ、こういう感じで開くんだけど、視覚的にこれをちょっと再現できしながら変形していくってところが僕はすごく気に入ってます。さあ、そしたらもうちょっと引っ張ってクリアランスを作り、このパネルを押し込んでロック、反対側もだんだん腕っぽくなってきます。そしたらこの形からこれ曲げるんですね。この中の関節使って こっちに倒す。なんでかというと、このパネルを上に起こしてぐるーっと回す、干渉しないためにこうやって回すんですね。これどこ行くかっていうと、この中に入る。やばくない？反対側も同様ですね。いろいろ干渉するから気をつけてください。ギリギリのクリアランスで中入ってくれます。そしたら曲げたものを伸ばしておきましょう。こう、腕の形になってます。さあ、そしたらね、今度はボディを開きます。やり方は、まずはね、フロント。このウィンドウを起こす。で、ここにロックがあって、爪を入れて、あとここにもロックがあります。ここら辺、後でまたゆっくり解説しようかなと思います。こうやって外れます。そしたらこのパネルをグッと持ち上げて、上に起こす。で、このまま開きます。あ、で、干渉に気をつけて、このままグッと開くと。で、開きます。なんで開けるかというと、このカバー、ここでロックされてるんだよね。ちょっと押すと、ロックが外れます。これですね。これ外したかった。こうやって外れます。外したら、この辺どかして、これがパネルですね。これをこっちに移動します。ここまで持っていって、接続。グッと押し込みます。このパネルは、あ、このロックは、こういう式になってて、まあ、こっちに下がるとこっち側のロックになるっていうパターンですね。これで押し込むと。そうするとこうなります。ついでに、これも、さっきのマフラーパーツはここで形を整えて、ここにロックできます。このようにロックしておきます。工程結構多いよね。どんどん行きましょう。そしたらこれ元に戻します。よいしょ。で、これ下げて、形整えて、これ手順的には、この横、で、あとはここの凸ですね。最初に横に入れて、で、ここで押し込むというやり方になっています。おっと、まあ大体こんな感じですね。そしたらウィンドウを元に戻すと。さあ、そしたら今度は下半身ですね。下半身ちょっとコツがあって、まず開く。ワンクリックずつ開きましょう。これクリック数も覚えておいてください。接続ジョイントを収納。で、足を伸ばす。足伸ばすときに軽くたわませると、あ、ごめんね、ワンクリックって言ったんだけど。もうちょっと開いて、他方がちょっとわかりやすいから、あれしたんだけど。このカバー開いて、伸ばし切る。ここがね、接続ジョイントになってるんだよね。だから、軽くこうたわませると、ロックが外れるから、ロック外れたのを確認したら伸ばせばいい。でね、さっきの状態にすると、これでワンクリックの状態なんですね。全部で、このまっすぐの状態から4クリック。1、2、3、4。ごめん。これは1クリック、もうこっちになってるから、1、2、3か。まあ、まっすぐ開いた時点から4クリック開けば OK です。そしたら、このカバー開いて、このパーツが入っています。これ出す。で、この太ももの部分、こうやってね、曲がります。こう。曲げた時のポイントは、ここのパネルの中に、このグレーのパーツ入るような位置にしてください。で、この先端が、ちょっとわかりづらいんだけど、この中に入るようになっています。形整えつつ、押し込むと。
中に入れつつ押し込むと、最終的にカチっていうロックがかかります。くれぐれもね、ここまっすぐ開いた状態から4クリックしないと綺麗にねぴったりいかないんで、目安として覚えておいてください。判定側も同様ですね。で、カチッっていうまでね、ロックをかけると。そうすると、このようになります。さあ、そしたら腕のパーツですね。これを下げる。で、ポイントはね、密着するまで、まっすぐになるまで下げてください。こうやって下げます。で、説明書の指示だと、ちょっと待ってね、一回置きます。ここの接続が結構タイトで、本当はね、これをこう合わせて、グッて押し込むことによって、このピンが出てくるんだよ。これ。なんだけど、位置がね、合わせるのかなり難しいんだよね。タイトなんで、僕流だと、ここ開いて、もう素直に、ピン出した状態で、このまま腕を下げるとピタッとね定位置に来るようになっています。こう見えるかな、定位置に来たらもうこのままこれを下ろしてあげれば、これでねロックがかかります。何が言いたいかっていうとね、要するにこう位置を合わせてこうやって押すと、かなりここの位置調整が難しいってことですね。だからもうおとなしくもう開いちゃって、どこにはまるかをもうジョイントを出してこうやって見ると、でこれで押し込んであげれば、これでロックがかかります。どうでしょう。そうするとね、このようになります。あとは機種ですね。機種はこのように、離して回転でもう一回付け直すと、ここすごいよね。で開いて機種が出てきます。伸ばして、こうですね。で、位置がピタッとくると、ここで固定されます。もう一回やってみようか。ここストンって乗っかるんで、乗っかったら、ロック。で、これがね、ランディングギアになります。でね、よいしょ。これですね。これを起こしとくといい。あとはもう一つ。このパネルがランディングギアになります。ですね、もうちょいです、もうちょいです。そしたらね、このパネルを白い方を前にしておきます。回転できるんですね。ちょっとね浮く。でこれもう一回閉めてあげるって感じ。さあそしたら、今度は足ですね。足回りいきましょう。まずはここ付け根を引っ張る。軸棒が出てくるので、目いっぱい引っ張る。このようにしたら、ここに爪掛けがあります。これ使って開く。これブライガーおなじみですね。ウィングになり。で、ここに尾翼があるんだけど、尾翼の出し方は、ここ。ここをテコの原理で押し込んであげると、ちょっ と出るんだよね。で、ちょっと出たらもうこっちのもんですね。こういう風にして、で、つま先は、内側に畳み、さっきのやつですね。もう一回こっちにします。反対側も同様。一気に行きましょう。このように、ごめんね、ここね。このように、形を整えれば、変形完了！ブライスターだ！おー、見事にこのジェット機型の宇宙船ブライスターに変形しました。ちょっと手で持ってみよう。見事にジェット機ですね。さっきは車だったんだけども、ちゃんと変形しました。特にこの機種周り、ここら辺の車の状態からね、ちゃんと変形しているところが素晴らしいですね。ウィング、こういった特徴的なところもちゃんと変形で再現しています。あ、でやはりね、ここはさっきのブライサンダーの時は外側から内側に圧力がちょっとかかってたんで、もうちょっと密着してたんだけど、やっぱりね、どうしてもこのぐらいは開いちゃうかなという感じです。形状文句なしですね。形状重視パーツっていうのがあるんだけど、もういるかっていうぐらい
もう説得力のある変形なんだよね、機種のところ。素晴らしい。ここで小型メカを紹介します。コズモワインダー、このブライスターのここの部分ですね。ブライガーの時もそうなんだけど、ここはシャッターになってて、まあ武装だとか様々なものがこう出てくるんだけども、これがコズモワインダーと言います。同じ造形のものが2つ入ってます。劇中ではね、よくこれに乗ってましたね。例えばあのアイザックから、よし二手に分かれるぞみたいな、イエーイって言ってね、キッドが乗ったりとかしていました。これはブライガーの時に変形してブライショットスペシャルというね銃になります。こうかな、このようになります。小さいながらちゃんと変形するし、いいですね。それから形状重視パーツ、巨大なウィングと機種のパーツ、これはこのままここにかぶせて、ウィングパーツは尾翼をしまい、ここのロックを外してこれを取ると、そしたらここに取り付けると。大きさとデザインの形状が全然違います。このようになります。ブライサンダーの時も同様に、やっぱり形状重視パーツに変えた方が、まあ、その劇中っぽくはなるけど、まあやっぱり僕は完全変形が魅力なんでね、まああまり使わないけど、まあ好みでね、こういうのを取り付けることができるわけです。さあそしたら最後ですね、ブライガーに変形させましょう。いきます。ブライシンクロンマキシム、これも変形パターンがすごいですね。どんどんいきましょう。情け無用のパタパタ変形です。つま先、かかと、ウィング周りを収納します。反対側も同様。こうですね。そしたらさっきの、あ、ここもね、閉じときましょう。ランディングギアで使ってた部分。で、ちょっと一回立たせます。これですね。このジョイント。これ外すとき、さっきの逆の手順で、まあ、ここを開いちゃうと。で、ちょっとずらすと、もうロックがフリーになるんで、爪を下げやすいと。ついでに、ここがもう開いたついでに拳もこう出せると、まあ、合理的な変形パターンになってますですね。反対側も同様。ちょっとここ開く。でパネル開く。これですね。爪下げて外側に開くと拳がね出てきます。こう。そうするとこのようになります。さあこのピンを外した時点で足取れます。グッと引っ張る。でこのパーツをしまい、まっすぐにし、ここにねロックがあります。ここですね。この2点が噛み合います。こうで足を下ろすと。反対側も同様。こうですね。外に軸棒で目いっぱい伸ばしてると開くんで、ワンクリック足が開いた状態でハの字で綺麗に立ちます。こうですね。次は機種。さっきの逆の手順なんだけど、ランディングギアをしまってからこれをね移動させます。これやってからこれはさっきの逆でテコの原理でカポッてやるとロック外れます。こう入れて元に戻し、こういう風になると。そしたら、引っ張って外し、こうですね。ここクリックが入ってます。このように、こっち側に持ってくると。バックパックになります。そしたら、肩。これ反転すると、今度は赤くなります。こうですね。で、そしたら胴体周りを変形させます。このロックを外して、このパネルですね。ここ面白いんだけど、二つパタパタに畳まれるパネルがあるんですね。これを畳みつつ角度変えて、これを外に出すという、とんでもあのパタパタの気持ちいい変形があります。このね、こういうパネルを折りたたむっていうのすごい好きだよね。ロック外して、
反対から見るとこういう感じですね。見えるかな。しっかりここで定位置があります。そしたらロック、あ、これをね上に起こし、さっきのやつです。でここまで来たらワンクリックあるのでまっすぐにしておきます。こうですね。そしたらロック外して上に起こす。このね中のフレームがもう一回やろうか、クリックになってます。グッと起こしておき、でさらにここを開くと、そうするとねお呼びとあらば即参上、ブレイガーの頭部出てきて、このウィンドウはこの胸部の中にすっぽり入る。で、ここの軸ですね、最初買ったばかりの頃は硬かったです。これはクランク稼働によってこうやって中に入っていきます。こう反対側も同様、見えるかな。こう、そしたら胸部をこっちに持ってくると。さあ、そして最後は拳ですね。この特徴的な鍵爪3本。これをこのように開いて、形を作ります。そしたら反対側も同様に鍵爪を形を整えれば、これで変形完了、ブライガーだ。おお、ついに放送開始から40何年、ついに完全変形するブライガーの立体物が我が家に。いやー、もう感無量です。大きさ28センチででかいです。そしてプロポーションもめちゃくちゃいい。ちょっと手でもとうよ。おー、合金トイなんでね、ずしっとしています。いやー、こんなブライガーが欲しかったよ。もうたまんないです。改めてプロポーションはこのようになっていて、あのみっちみちの完全変形ギミックを加えながら、このかっこいいプロポーションです。このアウェイクンスタジオのポーズプラスメタルシリーズは、この一つのロボットの最大公約数のかっこよさを導き出すのが本当にうまい。あのかっこいいブライガーってどんなイメージ、こんなだよねっていうのをね、見事にこう導き出しているんだよね。まあブライガーといえば、まあかっこいい、まあこう言うとあれなんだけど、オープニングのあのかっこいい感じと、まあ本編のあれのそのバランスが見事だよね。後ろ姿もかなりスッキリしています。僕的にはこれが残ってるのが好きなんだ。これぞ完全変形のあの名残だよね。まあ、形状重視パーツとかあったり、でかい鍵爪のハンドパーツなんかもあるけど、見慣れるとそんなに違和感はないし、いやもうただただかっこいいでしょう。近くで見ていこう、頭部。額にクリスタルがあって、この特徴的な仮面を被ったようなデザインなんだけども、ちゃんと再現されてますね。ああ、いろんな角度から見ても、ブライガーらしい。あのブライガーのかっこいいところ全部凝縮したような感じですね。立体感がある。このウィングパーツもしっかり全塗装になっています。各部の造形も素晴らしい。腕はさっき車のフロントだったんだよね。まあそういったところを考えたりとか、様々なあの変形ギミック、あれを考えながらこう全体を見ると、いや、本当にこんなかっこいいロボットが三段変形するのかっていうぐらい、もう本当に信じられないですね。稼働も大変良好。頭部はボールジョイント。ぐりぐりと左右上下に稼働。腕。肩にクリック。それから渋みの効いた前後稼働ですね。それから横に稼働するし、肘は二重関節。しっかり曲がります。それから鍵爪。さっき変形でお見せしたようにかなり細かく動きます。フル稼働手首はさらにここも稼働するといった感じですね。それから腰も左右にスイングし、さらに前屈もできます。こうですね。かがませることもできます。フロントスカート、サイドスカートがこのように動き、この中ね、ダイキャストパーツになってます。がっちりとしたクリック。横はもちろん、前。保持力もバッチリです。ロール。ここはクリックなし。それから膝、一軸ですね。しっかり曲がります。そして最後は足首。
さっき変形でもお見せしました。軸があって、これを引き出すと左右に振ることができる。内側に曲げるときはクリックが入っています。後ろに。ここもね、稼働します。それからフェイスパーツは、叫び顔が付属。これもいい表情してますね。口があるタイプのロボットなんで、やっぱ叫び顔あるの嬉しいですね。それから形状重視パーツ。変形ができなくなる代わりに足回りがスッキリしました。それから拳。交換用は二回りぐらいでかいです。ブライガーの特徴でもあるこの鍵爪拳。これが一回り大きくなったことによって、より劇中っぽくなりましたね。このまま武装も見ていきましょう。さっき紹介したコズモワインダースペシャル。ブライソード。刀身の部分はイエローで塗装。他はシルバー。ここの部分は本当はレッドだけなんだけども、ここにシールを貼っています。まあ、ブライソードといえばやっぱこのウルフのマークだね。コズモレンジャー J9。で、僕はシールが剥がれないようにトップコートを拭きました。これでね、シール剥がれ安心ですね。ちなみにこの状態でも、一応持たせることはできるんだけども、結構あの特徴的な手のパーツなんで、しっかりホールドするのが難しいんですね。そこでこのアタッチメントパーツ。これを鍵爪にかますわけですね。で、手首パーツは大きいのも小さいのも一応いけるかなという感じ。本当は大きい手首専用のパーツなんだけど、まあ大は小を兼ねるというからね。こんな感じで持たせられるんだよね。さあ次はブライスピア。シルバーの塗装と鮮やかな明るいブルーですね。特徴的なマークも入っています。で、ここにチェーンがあります。このアンカーの部分は稼働します。こんな感じで開く。ですね。で、さらに、これはね、取れます。取れる。で、あとは伸ばす。こういう感じですね。で、これも同様に持たせるときは分解して、アタッチメント取り付けて、手に持たせると。最後は必殺技などでね、おなじみのブライカノン。これは展開方法はこの軸を下に下ろし切ってからこうやって回転させるんですね。塗装の剥がれ気をつけたいところです。で、こうやってこう前方に持ってきて、ここ伸びます。で、グリップという感じですね。バラして、挟み込むとき塗装の擦れに気をつけたいね。こういう風に当てがって真ん中パーツで止めると、こういう感じですね。背面に背負った状態、バックパックのここが稼働します。外に向けるので胸部のウィングを干渉することなくしっかりと持たせることが可能。各部を動かしてアクション。どうこの躍動感。ちょっと僕あのブライガーごめんね、くれぐれも僕ブライガーが好きだから言うけど、これ本編より動くぜ。本編よりも躍動感があります。しかもねこれ膝立ちしてるんだよ。ポーズプラスメタルシリーズね、どれもね膝立ちできるぐらいのね幅広い可動範囲なんです。それから拳はね大きいやつに変えました。やっぱりねさすがにこれだと表情があっていいな。細かい動きができます。さあ次ブライソードだ。というわけでね、ブライソードを持たせました。これただ持ってるだけなのに、こう煽りで見るのすげえかっこいいんだよな。このピタッと止まった感じがね、このブライガーの劇中のシーンを彷彿とさせます。いろいろと各部変形で動かしたようなパネルとかも動いてくれるんで、それが稼働に役立っているという感じですね。どんなポーズを取らせてもしっかりと立つ。やっぱここが素晴らしいよね。さあ次、ブライスピアだ。というわけでね、持たせてみました。で、ここまで結構大きい拳も使ってたけど、小さい拳でしっかり持たせられるし、ちゃんと様になってます。ブライショットスペシャル。多少鍵爪の渋みで、持っているところはあるんだけどね。全然問題はないかなという感じ。最後はブライカノン。どうよ、この躍動感のある構え方。このウィングは、変形の時に引き出しました。あれが使えるんで、ウィングさらに避けてくれるんだよね。武装やギミック、アクションはこんな感じ。さあ、そしたら最後は大きさ比較、いつものやつでいこう。ブライガーの頭の高さは28センチ。やっぱこう見るとでかいよね。
さあ、そして銀河レップ、バクシンガーと一緒に並べるとこんな感じ。おお、最高だな。頭の高さで大体同じですね。いやー、どっちも高いクオリティで、バクシンガーもめちゃくちゃいいんだよね。久しぶりに触ったら経年劣化とか全くなく、ちゃんとね、変形合体を楽しめましたね。で、やっぱこれも重たいです。まあ、J9 といえばあともう一つ、銀河シップサスライガー、それのね、予約が始まりました。おー、いつになるだろうな。3体が立ち並ぶその日をね、楽しみにしたいなと思います。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで、今回のポーズプラスメタルシリーズ、銀河旋風ブライガーのレビュー、いかがだったでしょうか。一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。いや、もうとにかくね、もうとにかくこんなブライガーが欲しかった。もうそれに尽きるな。変形、プロポーション、あとは可動、まあギミックもそうなんだけども、どれも高い水準でまとめられている。このブライガーの細部に至るまで、このアウェイクンスタジオが自信を持って送り出してるっていうのが非常によくわかるんだよね。あとはやっぱ夢の完全変形だよな。もう本当に最高です。可変トイが好き、もうとにかくこの完全変形を味わいたいっていう人には強くお勧めします。僕は本当にとっても気に入りました。アウェイクンスタジオ、本当にどうもありがとう。大満足です。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。あとはね、どんなことでも結構です。おー、タファ、いや、このブライガー最高だろうとか、あ、もうこのブライガーが変形するところとかも本当に信じられないなとか、あ、バクシンガーもね、良かったねとかね、サスライガーも早く来てほしいとかね、まあ、などなど、僕へのリクエストとかね、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。さあ、そしたら最後に、銀河旋風ブライガーのような、次回予告してお別れしましょう。それでは行きます。帰ども帰ども飽くなき道。誰が呼んだか玩具野郎。次回はイェイイェイ、銀河シップ。多少の延期はご意見無用。J9 完結。急げ予約。我らの財布が火を吹いた。3体並ぶその姿、夢見て放て、ああ涙のブライカノン。次回、銀河旋風ブライガー、お呼びとあらば即参上。最後まで見てくれてありがとう。おたおでした。またねー。ガングヤロー刺激せよ、ミッションを繰り出せよ、変形が与え憧れてた夢のトランスフォーム、What the fuck no, 君チキンチー